今日の動画を見ればあなたも抑揚マスターになれますよ はです皆さんの中には書道の先生に「あなたの書には抑揚がないのよね」って言われたことがある方もいらっしゃるんじゃないでしょうかでもそもそも「抑揚」という言葉が曖昧でピンとこない感じがしませんかががあるという言葉が どういう状態を指し示しているのかよくわかっていないと先生が何を指摘してくれているのかよくわかりませんよね。突然ですが、ここで欲用クイズ今からあげる A、B、C のうち抑揚があるのはどれか答えてみてくださいね。いきますよ ではまず第1問目いきますよこちらに「あ」という文字が3つ並んでいますね A、B、C どの「あ」という文字が一番抑揚があるんでしょうかよく見てくださいねどれでしょうこれでしょうかそれともこれうーんこっちでしょうか よく考えてみてくださいどうどうどう、うんよくわからない難しいなって思った方いますよね難しいですいきますよ正解はこちら、A、のですでは第2問目こちらに「や」という文字が3つ並んでいますではこの、A「え」 B、C のうち一番欲用があるのはどれでしょうどれでしょうさっきのと、どうですか難しいですかねこれもそんな気がしますよね。欲用があるのはこっちでしょうかそれともこっちでしょうかうーん、難しい、難しい。正解は、B のこちらです。わかりましたか さあ、それでは3問目いきますよ。では、2文字になりましたよ。こちらの2文字。A、B、C の中で一番欲表があるのはどれでしょう考えて考えて。さあ、これでしょうか。2文字になるともね、また難しいですよね。バランス距離感うーん、難しい、難しい。うーん、どうですか さあ考えてください正解言っちゃいますよ正解はこちら A ですさあわかかかりましたか難しかったた難っでは第4問目ちょっと難しい問題を持ってきましたさあこちらの「鳥」という文字ですが「A」「B」c「c よくよう,う」があるのはどれですか 難しいすっごく難しい問題ですけれどもわかりますかよくよってどういうことなんでしょうねなんだかよくわからない似てますよねうんタイムオーバーですさあ正解はこちら、C、の鳥ですわかかかりましたかうん難しかったた難っでは最終問題に参りますよ最後です第5問目 これはサービス問題ですよ。いきます。こちらの A、B、C のうち一番抑揚がついているのはどれでしょうこれは結構わかりますよね。ある文字に一番抑揚をつけています。これはわかりやすい。どれどれどれ ?3 文字になったから。うんうんうん。そうなんな中ですよ。いいですかわかった。では。 を言っちゃいますよ正解は真ん中の B です。わかりましたか分かった方いますよね。お疲れ様でした。どうでしたか全問正解できましたか正解とダミーともう一度比べてみますよ。 まず第1問目の正解はこちらでした他のあと何が違うのかちょっとクローズアップして見ていきますよさあこちらのあ細く入ってそして太くなってこちらで細くなってまたここで太くなってそしてここで細くなっている そして、ここ、細く入って、太くなって、ここで細くなってから、また太くなる。さらに、こちらで細くなって、こちらで太くなって、最後に細くなっていました。わあこんなに印がつきましたよ。一つの文字に、 これだけの太細があったんですね。では、こちらを見てみますよ。こちら、細く入りました。そして、ここでちょっとだけ細くなりましたが、大体同じぐらいの太さですよね。では、こちらも見てみますよ。こちらにされた方も結構多いんじゃないでしょうか。こちらもね、ここ、細く入って、そして、こちらも、 細くなっていますが、だいたいこちら、一本調子な感じですよね。こちらの最初のあと比べて、この二つのあは、そこまで太細がありませんでした。お分かりいただけましたかでは、次に行きますよ。さあ、続きまして、第二問目です。正解は、 真ん中のこちらの矢でした。では先ほどのように、太細に印をつけていきます。一度太くなって、細くなる。そして、太くなって、細くなって、細くなって、太くなって、細く抜いています。では、 他の二つ見てみますよ。こちらから行きましょう。こちらはすべて一本調子な感じえ。ここだけ細くなっていますかね。さあ、ではこちらに行きますよ。こちらもペターっとした感じです。細く入りました。そしてこちらも一本調子な感じですよね。 真ん中の B がやはり太細のバランスがしっかりとついているんじゃないかなと思います。第3問目の解説ですよ。さあ、こちらの中で正解はこれでした。では先ほどのように太細の印をつけていきたいと思います。細く入って太くなる。そして細くなって太くなって 細くなりました。そしてこちら太くなって細く抜いています細く入って太くなってこちらで明るく細くなってまたこちらで太くなって細くなる細く入って太くなる細くなって。 で太くなる明るく細くなって、最後、太くなって、おしまいでした。では、こちらを見てください。ペターっとした書き方ですね。さあ、これはちょっとダメってね、よくわかった方もいらっしゃると思うんですが、こちらは、あ、これがいいかなって思った方、いるんじゃないかなと思います。こちらは、細く入りました。 あままりり変わりませんそして細く入ってズドーンこれね結構いいんじゃないでしょうかズドーンおしまいですよそして細く入ってズドーンですよさあここの細さもキレがない感じの細さねくるーんだらーんとしていますよそしてここからね 同じ太さになっています。さあ、違いがわかりましたかでは、第4問目。こちら、とっても難しかったんじゃないでしょうか。正解は、こちらでした。え、どこが思った方、多いんじゃないかなと思います。同じく印をつけていきますよ。こちら、細く入って、太くなって、そして、こちら、 太くなって、こちら、細くなっている。そして、太くなったら、細くなる。細くなって、太くなって、細くなっています。さあ、こちらとこちら、よく見てください。こちらは、細いだけ。細く入ったら、ずっと細いまんまです。こちらは、太く入ったら、太いまんま。 こちらの最後の最終格、この縦3本をよく見てください。こちらは一本調子に細いだけ。こちらは一本調子に太いだけ。最後のこちらは細く入って太くなって、そして最後が細くなっている一本の線が変化しているのがお分かりいただけたでしょうか さあ、では最後の5問目。ここまで行けば皆さん、もうわかるんじゃないでしょうかこちらの真ん中のロに注目してください。こちら、太細がとっても明確に現れているんじゃないでしょうかまたつけてみますよ。細く入って、太くなって、そして、ここですよ。ここがとっても細くなって、 太くなって、細くなっていました。横の2つを見てください。こちら変化がありませんよね。他のところもそうだったんですよ。細く入って、太くなって、こちら細く抜いて、細く入って、またこちらで太くなって、細くなっている。こちらも細く入って、 太くなって、そして細く抜いて、細く入ったと思ったら太くなって、そして細くなる細くなって、太くなって、こちらで細く細くなって、でも太くなって細く抜いている、ね。一本の線に抑揚がしっかりと出ていたと思います。 両方を見てください。同じような書き方に見える方もいらっしゃると思うのですが、これは違いますよね。全然一本調子。この一本の線の中に変化ございませんよ。こんな形が抑用だったんですね。ここまでのご説明でもうお分かりいただけたと思うのですが、抑用というのは、線が 太くなったり、細くなったりすることなんですよ。皆さん、抑揚という言葉を国語辞典で聞いてみますよ。抑揚というのは、話すときの音声や文章などで調子を上げたり下げたりすること、イントネーションのことと書いてあります。そもそも書道の言葉ではなく、言語学の言葉なんですよ。 この書道における抑揚という言葉を筆の動きを強くしたり弱くしたりする強弱と理解されている方も多いと思うのですが正確に言うと強くしたり弱くしたりするのではなく筆を上げたり下げたりすることなんですねだって弱くしても太くなることはあるし強くしても細くなることはありますからね 強いイコール太い弱いイコール細いと思っている方は間違いですよこの書道における抑揚というのはつまり筆先を開けたり下げたりをつけなさいということなんです筆の上げ下げをわかりやすく説明するために今度は大筆でご説明しますね 今日は皆さんに抑揚を理解していただくためにこんな台を用意しましたいつも書く台とは違ってかなり上がっていますよねこちらで書くところを見ていただくことによって真横から筆が紙にどのように当たっているのかを見ていただくことができますさあでは実際に書いてみますよ 筆先と紙がどのように接触するのかをご覧ください。いきますよ。こっちに当てました。そのまま横に引っ張ってみますよ。ピーっとね、引っ張ってみました。さあ、見てください。ただの棒ですよね。これでは抑揚がある線では全くありません。さあ、では、次に各線は どのような感じでしょうかいきますよ上から上に上がっていく上から入って横に移動して上に抜いていきましたアルファベットの U を書くような感じで書くと細くなって太くなって細くなっていく こんな感じが、できました。では、次に。こちらの部分を見ていてくださいね。私の指の部分を見ていてください。もう一度書きますよ。こんな感じ。アルファベットの、こんな u の形をね。書くようなイメージで書くと。細くなって、太くなって。 なっていますさあただ横にこのように移動するのではなくて上上から下に横に上に横行くこれが書き方のポイントだったんですね今日皆さんにお見せしたアングルで筆の動きを見ることはなかなかないと思いますが本当はこのように上からではなく真横から。 筆と紙とが接触するところを観察するとさまざまなことがわかります。いわゆる石川急陽先生の言う筆触ですね。筆と紙との触るところを見ること、これがとても大切なんですよ。皆さん、抑揚とは何ぞやということがお分かりいただけましたでしょうかまずは、 抑揚とといいうももののものののそがわからないと何も始まりまりせんでは「抑用」というものが分かったところでどのように書けばいいのかどのように練習したら抑用のある線が書けるようになるのかこれについては次回の動画でお伝えしますのでぜひ楽しみにしていてくださいね次回は「抑用のある書」の書き方をご説明します。 お見逃しのないよう、ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。書道の先生土井講習のチャンネルでは、書道の探究をテーマにいろいろな角度から書道の動画をアップしています。チャンネル登録していただけると、今までの動画もスムーズに見ることができますので、ぜひチャンネル登録をしてご覧ください。